Successfully completing the scaffold business dungeon and theater for Medusano by battle and founding is now. Medusa ちゃんが言ってたこの島、来たことありますね。って言っても、オイラたちが来た時とは雰囲気が違う気がするけどよ。私たちが前に来たのは覚醒期で、今は休眠期なんですよね。ああ、よろずやが言ってたっけな。おや、これからあの島に行かれるんですか？今は休眠期ですね。団長さんたちがいつも行かれてる覚醒期に比べてとても静かで驚かれるかもしれませんよ。そんなに違うもんか？青少獣が暴れているわけでもないので気空師さんたちもいませんからね。でも魔物の方には覚醒も休眠も関係ありませんから、相変わらず手強い魔物も多いのでお気をつけて。とにかく魔物には気をつけて、さっさとヘビコと合流しようぜ。そうですね。メドゥーサちゃんはどこに？気配をたどれねえか？それがこの島全体的に不思議な気配があって、なんて言ったらいいんでしょうか。たくさんの青少獣の気配が混ざり合った空気に包まれているような。そうなのか。はい、なのでうまく気配をたどれないんです。ごめんなさい。気にすんなって。そんなに広い島ってわけでもねえし、すぐに合流できるぜ。あなたの役に立てているならとっても嬉しいです。今日だって頑張りますからね。頼ってください。頼もしいぜ。そんじゃあ出発するか。メデューサちゃん、あんたたち、やれやれ、無事に合流できたな。やれやれじゃないわよ、遅いじゃない。はあ、ごめんなさい。あんたたち人間がこの誇り高き青少獣であるあたしを待たせるなんて一体何のつもり？まあまあ、メドちゃん、ツンツンプリプリしてるメドちゃんも可愛いけど、とりあえず落ち着いてね。そちらの皆さんは？ねえメドちゃん、紹介して紹介して。もう仕方ないわね。こいつらは私の知り合いで、サテュロス、ナタク、バールよ。こんにちは、メドちゃんの星友です。よろしくね。星友？青少獣のお友達。もうその話はいいわよ。あとこっちはさっき会った、あれ、ジオは？気がついたらいなくなっていたな。なんで？どこ行っちゃったのかな。他にも誰かいたのか？
そうなんだけど、まあいいわ。そんでこっちが人間で気功師の、ま、簡単に言うと最近あたしが世話してあげてるやつだよ。おいおいヘビコ、なんだよその言い草は。ちょっとこいつらの前でヘビコって呼ばないでよ。二人とも喧嘩はやめてください。なるほどな。創造しい奴の仲間は同じように創造しいってわけか。メルちゃんが気空団の人たちと仲良くしてるみたいでよかった。どこが仲いいって言うのよ。頼りにしているから今回この島にも呼んだんだろ。違う、そうじゃなくて、もう。Just add the information that is climax。 あれ、ねえメドゥーサちゃん、ねえ、なんでだメルサイクライミングアンエンブーホーボスハンシュース。それ何ですか。うっすら青少獣の気配がしますけど。視点のお姉ちゃんよ。お姉ちゃんってメデューサちゃんのお姉さんですか。そうよ。て、待て待て、まずは事情を説明してくれよ。おいらたち、お前に姉ちゃんがいるってことも知らなかったんだからよ。それもそうね。あんたたちにもちゃんとお姉ちゃんのこと話しておかないと。エルサーインストレッキンフォーミングオンハービキンヘブリーワーキングアバウトハーシスター。私にはお姉ちゃんが二人いるの。ステンのお姉ちゃんとエウリュアレーお姉ちゃん。私たちはいっつも一緒だったわ。ねえステンのお姉ちゃん、今の見ててくれた？見てたわよ、可愛いメドゥーサ。さすが私の妹ね。二人とも油断するな。まだ戦いは終わっていないぞ。うん、分かってるわエウリュアレーお姉ちゃん。とはいえどんな敵が来ようと、この私が可愛い妹には指一本触れさせない。じゃあ私もお姉ちゃんには指一本触れさせないからね。そうね、三人揃ったこのゴルゴン姉妹にかなうものなんていないわ。私たち向かうところ敵なしだったのよ。でもメルサー・ド・パーケス・アン・キャレス・ト・シスター・ホー。白空戦争末期の混乱で私お姉ちゃんたちとはぐれちゃった。それ以来ずっと探してるのに見つからなくて。そうだったんですね。白空戦争末期からってことはもう500年くらい前になるのか。そんなに長い間大切な人と離れ離れでずっと探して寂しかったですよね。別に私は一人だって立派にやれるの。寂しいからとか心細いからとかそういうんじゃなくて、ただお姉ちゃんが大好きだからよ。探すに決まってるでしょ。ふっ、そういうわけだからさっさとエウリュアレーお姉ちゃんを探すわよ。Hushik Arose embracing Pink Melissa turn and walks away in a huff。やれやれ、さすがのあいつもお姉ちゃんに対しては素直なのかと思ったけど、結局相変わらずか。ねえ、メデちゃん本当に可愛いでしょ。ああいうのはツンデレというんだろ。
本で読んだ。そうなの、はあ、メドちゃんのツンデレ可愛いよ。いや、オイラは振り回されて疲れるけどな。サティロスさんはメドゥーサちゃんのことが大好きなんですね。うん、大好き。あ、でもね、クールなバール君も強くてミステリアスなナタクさんも大好きなの。ちょっとあんたたち何してんのよ。手伝ってもらうって言ったでしょ。さっさと来なさいよね。Okay, the lighting stopped. The power gate shows you how high you're going to swing. Battle's timing is high. No, see how many attempts you are left below on gauge. So right now we have on 3 stars. If you bring the class MP to 0, you will learn a sweet bonus. これがその…精度の結晶よ。Medusa holds up a small piece of covered crystal. こいつがあるとお前の姉ちゃんを探せんのか。そうよ、まあ見てなさい。バール、あんたの出番よ。人に物を頼む態度だとは思えないな、相変わらず。まあいい。星晶獣の気配ってわけじゃない。不思議な感覚が。ドリアちゃんもこれがわかるの？この子、星晶獣の気配がわかるのよ。そうなんだ、すごい素敵ね。いえ、でも今のは普段感じる星晶獣の気配と少し違ってます。もう少し弱いけど広いみたいな。海の波に少し似てるような。なかなかいい感覚してるじゃない。あんたが感じてるのは増幅された元素の共鳴反応よ。元素共鳴。バールやメドゥーサ、その姉のような土の属性を持つ星晶獣、それからあの精度の結晶、そこに内在する土の元素同士が互いに影響し合って起こる反応と、まあそんなところだ。俺も頭では分かっていても、バールのようにそれを正確に感じ取れるわけじゃないけどな。バール君はね、その元素の共鳴を正確に辿ったり、さらに強くしたり、いろいろすごいことができるの。つまりその共鳴をたどってメドゥーサちゃんのお姉さんを探すってことですか。そういうことよ。なるほどな。つまりヘビコの姉ちゃん探しはそのバールって兄ちゃんが鍵なんだな。うい、それはその、まあ大丈夫だよ。メドゥちゃん、メドちゃんのお姉ちゃんはメドちゃんがいないと探せないよ。バール君に頼ってちょっと悔しいメドちゃんも可愛いけど、メドちゃんの役目はこっからだよ。ああんたちょっと黙ってなさいよ。キャーン、お前らうるさいぞ。邪魔したいのか。いやー、バール君ごめんなさい。
やれやれ。そのステンノって姉ちゃんのコアも同じ方法で見つけたんだよな。あ、これはジオが。ってあいつ本当にどこ行ったのかしら。なんか変な子たちだったね。はあ、そんなのんきな話じゃねえだろ。何なんだよあれはよ。青き少女と赤き竜、よもやあのようにイレギュラーな存在が一度に現れるとは驚きましたね。一緒にいたあの人間もなんかすごく嫌な感じがしたよ。あんなの僕、なんだかすごく近づきたくないって感じだったよね。気づかれる前に離れられてよかったよかった。あいつ自身もそうだが、その他にもやべえ気配の残滓がありやがった。ったく、ダリーな。一体何なの？怖いよ。根拠のない不安などと言いたいところですが、そうもいきませんかね。今は計画のために慎重になるべき時。ああ、俺の計画、俺の使命、世界を安寧へと導くためにね。こっちだ。この先から強いレゾナンスを感じる。The culture of our signatures, the resonant across this land. うっすらと感じるものはあるんですけど、やっぱり私じゃ方向まではわかりません。バールさんはすごいですね。何か感じてるってだけでルリアちゃん十分すごいよ。ルリアが聖少獣の気配を感じるという能力と、バールが元素の共鳴を聞く能力は似て非なるものみたいだな。どっちもすげえってオイラは思うけどな。今回ルリアがお姉ちゃんの気配を感じ取れないのは仕方がないことなのよ。ステンのお姉ちゃんと同じように、多分エウリュアレイお姉ちゃんも寝てるんだと思うから。メルサスターダーエスダノホアインフアンエンサイ。それってもう一人の姉ちゃんもコアの状態ってことか。これまで見つかってなくてこの島にいるってことはな。休眠状態にある聖少獣のコアはその気配が相当希薄になるものだからこそ、精度の結晶まで使って元素の共鳴を増幅させてたどる必要があるってわけだ。ふん、そうじゃなかったらバールに頼ることないのに。はあ、メルちゃんたらまたそんなこと言って。おい、喋ってないで辺りを警戒してろ。魔物は遠慮なしに出てくるんだからな。はーい、バール君、魔物が出たら私がやっつけるから頼りにしててね。魔物相手ならオイラたちだってきっちり役に立つぜ。ナタク、どうしたの？何か。ああ、あのジオとかいうやつはどうやってステンノのコアの正確な位置を知ったのかと思ってな。さてさて、この辺りだと思うんだけど、さっきのあの子、メドゥーサの気配はと。やっぱりもう一人のお姉さんはここだね。He asked them and, all of them facing the crowd. Oh,
待てよ、姉妹か。しかも三姉妹なんてかなりレアだな。なかなかお目にかかれない。それならやっぱり三人揃えてあげた方がいいに決まってるよね。Staring, he lowered his arm for a moment before pointing finger for the sky above. きっと一生懸命探してるだろうから、ヒントをあげよう。あの子は気づくかな？飛んでくるかな？楽しみだな。力のこと詳しくは分かんねえけど、すげえ便利だな。